ハムトッチョカーボーイの弟分っていう設定。全然違います。全然違う、全然違う。それが本当に嘘みたい、本当ゲボデボですけど、あ、俺にハンバーグかな。もっと滑っちゃって。まあそうですね。ハンバーグ師匠やなっていじってくれた。へぇ、その場で小沢さんがわーっと考えて作ったこれ。だけど俺もやりたくないから。みんなこの街にハンバーグ師匠が帰ってきたぞー。炊き上げてみる。ハンバーグ師匠ランドじゃないけど、あ、集めてほしいな。何人かコロッケ姉さんとか。あとね、実はあんのよ。え、あんのよっていうかいるんです。これは俺、品川君にお願いしたいことがある。え、ハンバーグ師匠ね、映画撮りたいの。え、ハンバーグザムービー。急なオフィオハード。ハンバーグザムービー、ハンバーグザムービー、危機一髪、まあ、サブタイトルはまあいいけど、ヤンコザムービー、危機一髪ですよ、それは。焦がしちゃいけないよでもいいんだけど、ある程度想定があるの、構想は。台本はあるんです。台本はない、俺の中にしかない。そう、ちなみに聞かせてもらっていいですか。これね、結構いろんな番組で喋ったんだけど、どこも使ってない。軽いプロットじゃないですか、プロットは教えていただければ。ハンバーグ師匠がこの街も変わらねえなって登場するけど、はい、まあ流れ者なのよ、はい、でいろんなところに行くわけ。トラさん的なことですよね。早い、そうなのよ。話が早い。話早い、さすがだね。でいろんなところの揉め事に首突っ込んで、うん、で焼き上げて解決して次の街に行くわけ、うん、で目玉焼き子っていうフィアンセがいるのよ。はい、昔は鉄板の上で何度もね重なり合ったけども、うん、今目玉焼き子は敵に囚われて洗脳されちゃってるの。ちょっといいですか、うん、ハンバーグ師匠の敵って何なんですか。それがはっきりしないと。そこ重要ですよ。これ本当に意外なんだけど、パン。いや、パンは何をしてるんですか。その悪の軍団なのか。パン一族っていう悪の組織がある。パン一族はどう世間に悪影響を及ぼしてるんですか。そこは割と根幹というか大事というか。なるほど、そこは一緒に考えようよ。そこは割と根幹大事な部分ですよ。まあ、パンは悪者にする、どういうことなんですか。まあだからもうそのパン自体は世の中には悪くないじゃん。美味しいし健康にもいいし、ただグルテンフリーみたいなこともあるから、まあ、その辺をうまいことさ脚本に仕上げてほしいわけ、うん、で仲間もいるから、うん、ミートボールボーイとか弟子これ、はい、で、ハンバーグ師匠が悩んだ時に山の上の方のお寺があるんだけど、そこにいるアジフライ和尚とか、うん、アジフライ、やっぱりあれじゃないですか、ダイエットが流行りすぎて太る人間はダメ人間だ、でもう法律で油を使った料理を禁止しよう。あ、いいね。でこの国はもう油を使ったら禁止の国、うん、だけどみんな油を使った料理が食べたい、だからハンバーグ師匠はいろんな町に行ってハンバーグを焼いて食べさせているっていう、油の禁止になった世界っていうのはどうですか。禁止法時代みたいなことだね。そうです、そうです、そうです。油が禁止なんです。あ、だけどそんなに油は悪いもんじゃないんだよっていうところで荒野をさまよっている。そうするとアジフライ和尚も、うん、ああなるほど、全員オイルを使った料理を今素晴らしいあげてたんで、とソーセージもいるから、ソーセージはタッチにやって。ソーセージね。うちの業者の後輩ね。もうそれはもう。そうしたらいいんじゃないですか。目玉焼き子なんか石原さとみちゃんにしようと思ってるから。事務所一緒だよ。繋がってるでしょ。知ってるでしょ。っていう想定まではできてる。でもいいんじゃないですか。今の品川が言った設定を見ながら。そう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 。ね。いいでしょ。取りましょうよ。じゃあ庄司が。だからまあ何らかの形で。だから敵でしょ。オイルに反対してる。オイルなんかいいことないって言って、お前オイルまみれじゃねえかっていう、体に油いいっすね、いいっすね。いいっすね。これって何なんだよ。ワンポイントで和風ハンバーグっていう侍とか、ね、まあいいね。ね、ここにナイフのこういうやつあって、固めに傷があって、こう誰やってくれるかな、それイメージは誰ですか。綾野剛だね。あ、いい。俺竹野内豊さん。あ、いいね、いいね。
いや斎藤匠くんとかだったらなんか出てくれそうだなと思って。ああなるほどね、このノリも分かってくれそうだしね。そうそうそう、で和風ハンバーグ、うん、いい合うでしょ。ああ確かにね、着流しで傷あって、うん、いいじゃないですか。キャラクター出してキャスティングっていうのも面白いね、うん、みんなで言い合うのもね。ただ師匠が稼ぐかな大丈夫ですよ、どっしりしとけば。だポリプロで考えていくといいんじゃないですか。だから妻夫木君かな。まあ妻夫木君もいるし、それこそ藤原竜也、うん、あと加賀武さんも来たし。わすごい、北大路欣也さんも来たし。わすごいな、名越さんいるし出てくれるわけないでしょそれだからそれまでにハンバーグ賞が力つけてくる。あなるほど。例えばハンバーグチャンネルが分かんないけど200万登録いってるとか、なんか女優さんもいっぱいいるから、石原さとみちゃん、早瀬さんとか、ギヤヤッコ姉さんとかさ、世界観は、まあ、アンパンマンみたいなことになってきてそもそもハンバーガーキッドみたいな感じで。そうか、あなた予算ですよね。予算引っ張ってきてくれるんだったら、じゃあ、いくらいる？今パッと聞いた設定で作るんだったら2億。2億もいいんだ2億だってオイルが禁止された時代っていう世界観で石原さとみちゃん積もるってなったらやっぱ2億ですね。いや、だけよな。はい、宣伝費も入れると5億。5億プラ3 宣伝費の方が大体高いですから。5億もいる。ドロップが2億で3億で5億です。はあ。制作費と宣伝費で5億。もうナイフ部分をトントンしてした。でもそれ2時間の映画でしょ。ショートムービーとかね。ね、いやいや、俺はもう長いやつ。長いやつ撮りたかった。ロングでやりたい。ちょっとだからセッションの監督がわーってセッションという脚本を書きました。いろんなところ持ってくんですけど、いやこれは面白いけど、そのなかなか企画通んないぞって言って、じゃあサンダンス映画祭のショートムービーのコーナーに出してそこで賞を取ったらお金集まるからっていう、でそこで賞を取って予算が集まったんですよ。だからショートムービー取ってハンバーグ賞、サンダンス出しましょうね。やろうか、サンダンス映画祭に。そのショートムービーの予算はいくらぐらいなんですか。1000万。出せるよ。本当ですか。1000万でしょ。出す出す。じゅんさんはハンバーグマネー。ハンバーグマネーすごいっすね、じゅんさん。だって取ってくれるでしょ。僕が1000万取るなんて全然やりますよ、もちろん、うん、僕ノーギャラでもいいですよ、本当に。嬉しい、すごい。ただ、じゅんさん、サンダンスは無理ですよ。なんで。あれ、アメリカのための映画祭だからじゃそれに近いものに出品すればいいんじゃないですか。夕張り、夕張り国際、夕張りとか。いや、ジュンさん、本当にマジで1000万あったら10分ぐらいの映像だったらめちゃくちゃいいの撮れます。10分でいいんだったら10分でもいいけど、それで長編撮れるものが後に繋がるんだったってことに。投資だ投資、うん、なんかすげえかっこよく見えてきたジュンさん、テキサス行って撮りましょうよ。あ、いいね。わ、かっこいい。これでいいね。馬乗ってこの街も変わらねえなっつって出てきたらめちゃくちゃかっこいいぞ。移動はあのバイクとかね。あ、ピンクの。アメリカまで持ってくの大変ですよ。ああ、でもあれがいいんだよな。まあでも馬の方がいいかな。いや、ロサンゼルスにロケ地がいっぱいあるんですよ。ロス行くとそういう西部にも見えるような場所がいっぱいあって、うん、それこそバイクでブワーって走ってめちゃめちゃかっこいいですけどね。うん、あっちだったらヘルメットもかぶなくていいじゃん。そう、うん、でこの形のヘルメットって日本で最初作ろうと思ったけどダメだって言ったから。1000万ね。分かった分かった。ちょっと整ったら連絡するわ。すごい、1000万。これだから具体的な話はハンバーグ師匠のチャンネルに僕らもお邪魔させていただいて、そっちで打ち合わせになる。そうしましょうか。また吉本さんとホリプロさんの話とかですね、うん、だ YouTube、はい、ハンバーグ師匠の YouTube で具体的な話をしながら、まずハンバーグ師匠の YouTube でなぜこれを先に言わないかって話なんだけど
ハンバーグショー今今年の年末にフェスやろうと思ってて、はい、すげえ音楽フェスなんだ、はい、それはそれが一区切りついたら今ハンバーグ師匠フェスへの道っていうチャンネルタイトルを今度ね映画への道っていうふうに変えてやろう、ムービーや続きでやろうと思ってたから来たー、そういやすごいですよ、脚本も書きますよ僕全部、まあ、もうちょっと材料が必要なら持ってるけど、そうですね、小沢さんとかはどういう立ち位置で入ってる、小沢さんは小沢で出そうと思って小沢さんも脚本は入ったじゃない、あまあいいね、すごい夢のある話だね、小沢さん脚本で一緒にやったら小沢さんも乗ってくるよね、だからそのね小沢さんのいい部分と悪い部分があって変な感じになっちゃう時があるからそこを抑えたらしい、でも生みの親だから、うん、はい、でももうそれ生みの親ではあるけど結構俺自分で育ててそっちの愛情もあるじゃん、なるほど、なるほど、でこの世界観でやりたいなっていうのがあるから、はい、小沢さんとの付き合い方は割と自信ある方、俺もそう思う、それしっかりやってくれることだからなんか小沢さんが変な方向言い出したら、いやそれちょっとどうですかって知らなくの言うことだったすごい話だ、ちょっと夢のある話、これちょっと1000万をってすごいですね、やっぱやっぱこれに自己投資した男の迫力覚悟が違う、うん、俺ね、でもリアルな話、うん、今お前したもんね、おい、ふざけんなよ今もう、うならしたよ、うならしたよね、許せないんだよ、バカなんで我慢できなかったの俺ね、でもリアルな話、うん、今お前したもんね、こいつずっとなかったことにしようとした顔してたんですよバラすなよ、ほらもうずっとおざる我慢してるから、いや美容の話も聞いてない、違う、俺もう本当に申し訳ないですけど無意識に出ちゃうんですよ、なら音はしたなと思ったけど時間が、あのねハンバーグ師匠、あごめんごめん、お尻があるから、そうか俺が、はい、ハンバーグチャンネルも改めて聞くのさ、ぜひ、ぜひというわけで、本日のゲストハンバーグ師匠でした、ありがとうございました、この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方お願いします、品川君にお願いしたいことがある、ハンバーグ師匠ね映画撮りたいえハンバーグザムービー危機一髪